ヤーラルホー,オーンは、フィンランド民族音楽に根底を持つ1994年結成の4人、組ワールドミュージックバンド。中世のバラードやミヌエット、ルーン・インリスの祈祷や古代アイスランドのリームルなどの、古代からの伝統民族音楽を、現在的手法で歌う。フィンランド西海岸のスウェーデンご使用地域南、オストロボトニアのバンドである。彼らのレパートリーはスウェーデン語で歌われ、 スウェーデン系フィンランド人の間に残るユニークなミヌエットやバラード、そして古い伝統的なワリッツなどが含まれる。ドローオンエフェクトによる伴奏はディジェリドゥー、またはサブコントラバスリコーダーによる。ヤーラルホーンの歌の題材は北欧神話である。バンド名はアースガルドへの橋、ビフレストを守る神ヘイムダルの持つ神々と、巨人たちとの最後の戦いラグナロクを知らせるツノブエ。 ギャラルホルンに由来する。1994年、フィンランド西海岸のスウェーデンご使用地域にて、イェニー・ビルヘルムズ、クリストフェル・エーマン、ヤコブ・フランケンホイザーにより結成。当初トリオであったが1996年に、パーカッションが加わっていこカルテットである。1997年に、最初の CD、ラーナ・ロップ・魔女の呼び声をリリース。フィンランドの フォークミュージック・オブ・ザ・イヤー1997に CD はフォークミュージック・ CD ・オブ・ザ・イヤー1997に選ばれた。そして1998年からはフォークやジャズの音楽祭に出場するなど世界的な活動を開始しヨーロッパ、アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、日本を回った。2番目の CD、情熱の神を2000年に 3番目の CD、グリム・ジョーを2002年にリリース。グリム・ジョーは、フランスのアコダミ・チャールズ・クロス賞を受賞し、ヤーラル・ホーオーンは、ミュージック・プライズ・オブ・ザ・ノルディック・カウンシル・オブ・ミンリーズに、ノミネートされた。2004年には10周年記念ツアーを行った。同年、スウェーデンの文化基金はこのバンドとジェニー・ウィルヘルムスに、文化と教育ということなる分野での年間名誉賞を、与えた。 2005年にスタイルを転換し、2006年の4番目のアルバムリムファクセ魔法の馬はアメリカ合衆国でのブルーススウェディーンのミックスとなった。ディジェリドゥーによるドローンエフェクト及びバスはヨーラン・モンソンのサブコンとラバスリコーダーに変わった。ありがとうございます。